嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされ、空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。エルダースクロールズオンライン、コールドハーバー編、続きの方を、やっていこうと思うのですけれども、その前にですね、ちょっと皆さんに、そうですね、ちょっとお伝えしておかなければならないことがあるなということなんで、ちょっとご説明させていただきます。2日前ですかね、シャープ6、生配信中でございましたね。まあ、最後のモラグバルトの決戦を、まあ、プラナーの渦という、エリアで、行うために、そちらにですね、メリディアと、まあ、一緒に入っていったのですけれども、その先でですね、ちょっと配信の調子が、まあ、あまりよろしくない感じになってしまったと。まあ、正直ですね、映像が途切れ途切れになって何言ってるかもさっぱりわからないような感じになってしまいましたので、ちょっとね、これではいかんなと。思いまして、配信の方でね、その後もうすぐ、区切らせていただきまして、その先の、クリアまでね、エルダースクロールズの、タムリエル・アンリミテッドのストーリーがクリアされるまでちょっと動画の方を録画いたしまして、そちらをですね、まあ翌日ね、まあ昨日といった感じでしょうかね、うん、今日は4月の8日、7日ですね、7日にですね、今度はですね、その撮った動画を、皆さんと配信で見ながら、疑似的にですけども、皆さんと一緒にクリアするという形を撮ろうと思いまして、やってみたのですけれども、動画をね、配信している途中でですね、やっぱり調子が悪くなると。どういうか、プラナーの渦の中だけ、調子が悪くなってしまうんですね。プラナの渦の中が、なんだろうな、映っている時はね。うん、なので、ちょっと、これは、最終回にするには、ちょっと締まりのないアーカイブになってしまうなと思いましたものですから、ちょっとね、今日新たにですね、もう一回、その、撮った動画を、アップロードする形でですね、配信、生配信という形ではなく、アップロードする形で、皆さんの2年をお届けしようかと。それであれば多分ですけれども、まあまあ途切れ途切れになることもないのかなと、うん、まあ、いうことなので、そちらの方をね、この後、ご視聴していただこうかと。見ろ、カシミール王を救った英雄だ。ありがとう。頑張ったよ、みんなのためにね、うん。タムリエルのみんなのために。ありがとう。あれか、天気悪くなってきたな。雷、あ、すごい。ちょっと待って。もう行こうか、動画に。というわけで、
なんだっけ この後の ね、モラグバルトの、ね、決戦、どうぞご覧ください。すごい、やり直しだ。モラグバルのダークアンカーが渦に変形し、ニルンを闇へと吸い込みます。この連鎖を断たねばなりません。この狭間では私の力は増す。私を止めたければもっと強力な鎖を用意しなくては。来なさい。まだ離さなくてはならないことがあります。驚いているのですか？私の正体を疑いもしなかったと。なぜ管理人のふりをしたの？上妙のものよ。私はふりなどしていない。私は管理者。単にデイドラ公であることを隠しただけ。これはとても時間を要する計画だった。正体を明かすのが早すぎれば全てが狂ってしまっていたでしょう。なぜ偉大なるメリディアに助けが必要なんだ？私の動機を疑うと。渦を破壊し次元融合を阻止するためには上妙の者の介入が必要だったとだけ言っておきましょう。前回これね、あなたにとってはゲームみたいなこと言っちゃったからこれが本当は選びたかった。最終的にこれを選べると思ってたんだ自分の世界を救うためなら何でもする。上妙のものは終わりがあるからこそ命を大事にするのですね。神の身からすればそれがどれほど幸せなことに思えるかあなた方にはわからないでしょう。仲間が到着したようですね。続ける前に彼らと話しなさい。よかった、また聞き直せるねこれねちょっとみんなと話す前に。ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。昨日ね、多分昨日だと思うんだけど、あの私は今さっきあの動画を、動画というか配信を、区切りまして、続きを、録画の方でやっていこうとしているところなので、皆さんと、お別れをしたのは、先ほどなのでございますけれども、ちょっとね、なんだろうな、生配信で、やってましたところ、このプラナーの渦に入ったところで、ちょっと配信の調子が悪くなる。まあ、実はそれ、前にもこの、コールドハーバー編を、まあ、前にもやったことあるんですけども、その時もね、ほぼ似たようなタイミングで、回線の調子が悪くなってしまって、ぐるぐるが巻き起こると、まあ、いうこともありまして、ちょっとなんかちょっと怖いなと、この後ね、配信で、やって、皆さんにお届けしていると大事なところがねお伝えできないとか、ちょっと見てて話のつながりが分かんなくなったりとかすることもあると思うんで、ちょっとね申し訳ないんですが、今まで生配信でずっとやってましたけども、ちょっと録画という形を撮らせていただいて、この最後、多分これ録画は撮れてると思うんですけど、これをちょっとね皆さんと多分今、生配信で、見ている状況だと思うんです。まあだからなんかちょっとコメントをね、全然くださっても、明日の私が多分お答えしてると思うんで、遠慮なくね、引き続き、コメントの方、くれたらなと
思ってますのでよろしくお願いいたします。私ね、昨日の私はもうとにかくこのゲームをクリアするために余すことなくね、キャラクターとお話ししながらクリアしていきますので、よろしくお願いしますというところでございます。さあ、じゃあやっていきましょう。もう一回やり直せるってよかった。多分ぐるぐるになって聞けてない人とかたくさんいると思うんだよね。多分そうだな、まあそうだね、最初からだろうなきっと。プラナーの渦を近くから見たかったんだ。綺麗なもんじゃないか。さてさて、何しに来たんだっけかな。次元融合を止めに来たんだけども。もちろん我々の任務だ。ふと忘れてしまっていた。もうたくさん冒険をしてきたから全部混ざって同じに見えるのさ。二つの領域が合わさるように。おっと、それは悪いことだったな。そう、次元融合は悪いことだ。そうそう、知っていたよ。お前さんの暗い世界を美しいコールドハーバーと一緒くたにしないでくれ。パンを蜂蜜につけるようなことだ。全くけしからん。でもこれは今までの中で最高の冒険かもしれん。これが終わったら嫌でも蜂蜜とパンを食べさせてやるからな。いやいや、それは気持ち悪いのではないか。蜂蜜が何か知っているのか。知ってるよ。消化されて吐き出された花粉だぞ。そうだよ。まあいい、ではお前さんの挑戦を受けよう。さあ、これを終わらせてお前さんの毒を試してみようか。改めて思ったらそうだな、あれって蜂蜜ってどこから出してんの。蜂のお尻からもし出してるんだとしたらもう蜂のうんちだよね。そんなことを考えちゃダメか。心配じゃないのか。心配？何がだ。私たちは英雄なんだ。英雄というものは必ず勝つ。分かったか。ならば疾風陣雷のごとく次元融合を阻止するぞ。阻止しよう、キャドベル。今までありがとう。それが言いたかったんだ。昔の戦場もひどかったが、ここはどうにかなりそうだ。まあここまで来たんだ。勝利は近い。今は光の女神のご加護もある。今までありがとう、ダイナ王。私は自分の民の交流を見届けた。そしてお前の前に最後の民として立つ。私は最後のアイレイドだ。そしてお前を友と呼べることを誇りに思う。あなたの民はどのようなものだった。残酷な暴君で征服者だったよ。自分たちがニルンのどの種族よりも優れていると信じていた。下等とされた種族が我々を敵視し団結して反抗してきた時、それがアイレイドの終わりだった。我々は頑固で過ちを認めたがらなかったのさ。自分の民とは意見が違ったのか。私がアイレイド最後の王である理由はそれだよ。私は若い種族に味方し彼らを助けた。彼らが戦うものを信じていた。ハイロックの権力がアレッサンからディレニへ移った時、私はその場にいた。思い出した、あなたはパウルチと戦った時にそこにいたな。そして私もお前を覚えている。その鎧の魔法は私を惑わすほど強力ではなかった。その時持っていた力は強力だったがな。最後にはいい決断をしてくれてよかった。うん、おかげでね、死ななくて済む人が助かったからね。バノス、メリディアとモラグバルは昔から敵対していた。そのために何人死んだのだろう。奴らにはバヌス・ガレリオンの力を見せてやりたい。勝てると思うか。私は運や偶然などというものを信じておらんのだよ。この身と魔法で必ず勝利をつかみ取ってみせる。正直に言うとこの戦いには勝てる気がしていない。それでも挑戦することに意味があると思っている。負けたら魔術師ギルドはどうなる。他の奴らと同じことさ。世界が終わり皆死ぬ。それが一番いい結末だ。だがおそらく
皆魂なき者になってコールドハーバーの奴隷にされるだろう。なるほどな。もう負けられない。ああ負けられん。だが我々は運命の英雄などではない。そう、ただの兵隊だ。守るべきもののために戦う兄弟と姉妹、そして仲間がいる。そのことが力になる。それが大事なんだ。だからこの戦いは勝つ。その息やよしだ。ここに集まった人々は君についてきた。君の横で死そのものと戦う。最後まで一緒に戦うことだろう。彼らをがっかりさせるなよ。わかった。こうなるとしていれば私の民は止めたかもしれない。結局バレンウッドはニルンの一部なんだから、都合よく考えすぎかしら。その準備は確実にできているのか。一生ずっと暗い森の中で隠れてきたわ。バレンウッドの空を見たこともない。雨の感触を楽しんだこともない。モラグバルは私たちに嘘をついた。絶対に許さない。参加できて嬉しいわ。一族はバレンウッドで暮らせるのか。いずれ本当の故郷にもなれるわ。私たちのほとんどがその故郷を見たことがないの。それが初めてになるんでしょうね。楽しみだわ。みんな生きて帰れないかもしれないぞ。信念を貫くために戦って死んだ方が超えるだけで満足した死を迎えるよりマシってどこかの本で読んだことがある。あまり面白い本じゃなかったけど、その言葉は今でも心に残っているわ。でも死なないよう頑張ろう。全面的に賛成。格言は素敵だけど、自分の物語を語れるように生き延びる方がいいわよね。うん、そうだな。全て終わった。そう確信してたのに、みんなの後を追ってポータルをくぐったと思ったら、なんてことになってるんだ。ここは世界の果てか何かか。こうなると思ってなかったのか。もう終わったかと思っていた。これでバヌスがポータルを開いて家に帰れると思ったよ。どこにいるか気づいた時の僕の失望と驚きを想像してほしい。うん、まだ決戦が始まる前に帰る時間はあるぞ。いや、強い戦士でも魔術師でもないが、僕は機械に関しては天才だ。うん、力になれる。そして姉妹のキレスも同じだ。ここに残って側面でも守っておくよ。多分それが役に立てる方法だ。ありがとうな、レイモン。本当に渦を破壊するの？やった。でも爆発した後にどうやって帰るの？どうしたらいいか教えてくれない？光を設置した後何が起こるかあまり予想できてない。それは計画じゃないんじゃない？うん、魔法の爆弾を設置して神に祈るだけなの？そう。レイノーの計画の方がマシだわ。こうするしかないんだ。でもこれ以上耐えられるかわからないわ。人が死んでいるのよ。私は友達、尊敬していた人を亡くしてきた。レイノーまで死んだら他の方法があるはずよ。参加する必要はない。ええ、そうね。ここまで来るためにたくさんの人が死んだわ。彼らのためにも見届けないと。私とレイノはあなたと一緒に戦う。絶対この門をくぐらせないわ。役に立ってみせる。絶対に。ありがとう。感謝する。がっかりさせないでね。がっかりさせない。やらなきゃいけないことをやって、私たちもやってみせる。故郷のデシャンでダンジョンを探検するのと変わらないわ。今回はちょっとデイドラが多いけどね。ガバちゃん、大冒険を想像していましたが、現実がこれほど恐ろしいとは。たくさんの友人や仲間を失い、それでもこの渦は私たちの世界を脅かしています。今こそあれを永遠に止める時が来たのです。怒っているの？ですね。もうこんなのはコリゴリです。そういうわけで行きましょう。英雄さん、モラグバルを思い切り引っ叩いてみせます。そしていつもの喧騒を取り戻すんです。うん、本当に勝てると思う？勝てます。勝たないと。ここまで来て諦められません。ただまだ戦いがたくさん残っているのは気がかりです。全てが終わるまでに
より多くの仲間が命を落とすでしょう。そのためにも勝たないとね。ほとんどの人は公職なアルゴニアンや食べ物の夢を見る。だが私は違う。私はプラナーの渦やメリディアの光の夢を見る。なんでそんな夢を見るんだろう。それになぜ私は誰も答えられない質問ばっかりするんだ。夢について教えてくれ。説明するより見てもらった方が早い。周りを見てくれ。子供の頃からこの場所の夢を見てきたんだ。この目で実際に見るとなるとちょっと緊張するかな。よく見るあの別の夢が現実となってくれればよかったのに。別の夢って何だ。でその夢はどう終わるんだ。眩しい光、見たことのないほど眩しい光が輝く。そしたら全てが照らされた部屋に入っているんだ。まるで世界が光でできているような。そこに私は一人。そして目が覚める。いつも同じさ。どういう意味かわかるか。それか。記憶が飛ぶほど飲んだ翌日で眩しい部屋の中で目が覚めることかな。でもそんなことはないよな。持ちこたえているか。まだ生きているさ。外にいる兵士の多くよりはマシだ。残っていれば誰かを助けることができたはずなのに。でも戦争はこういうものだ。誰かがどこかでいつも死んでいく。そんなに落ち込むな。ここにいるだろう。それが大事なことだ。ああそうだ。カムローンのウェアウルフ、アンゴフの迷宮、ドゥームクラッグのそびえ立つ塔と今までいろいろと冒険をしてきて全て見てきたようだ。そうだな。一緒にな。あなたの隣で戦えたことは本当に誇りに思うよ。死ぬなよダリア。みんながいないと勝てない。ことが終わったら飲みにでも行くか。そういう約束したしね。それとも首でも揉んでもらいに行くか。コールドハーバーの美しい英雄も休みが必要だろう。その全身の筋肉が凝っているだろう。今すぐ答えなくてもいい。雰囲気が台無しになる。これはさっき話したやつ。前話した夢どうあるんだ。眩しい光。聞いたな。見た。ダリアンとカムローンで酒を飲む約束をしてるからね。ことが全て終わったら酒を飲む約束をしてるから。友人とは話せるときに話しなさい。この時が最後になるかもしれないのだから。ですがあまり長く話しすぎないように。時間は常に過ぎていくのです。時というのは与えるよりも奪うことの方が多いのだから。何をする必要があるのですか。残虐の王はダークアンカーを使いこの渦を維持しています。メリディアの光が解放される前に全て壊さなければ、次元融合の反動でニルンを破壊することになるでしょう。最後のアンカーを破壊したら何が起こる。メリディアの光は渦の中心で放たなくてはなりません。中心部に移動しなくては。なるほど。行きましょう。もう一度だけ忠告しましょう。戦いが始まる前に仲間と話がしたいのならこれが最後の機会です。準備ができたら知らせなさい。準備はできている。では始めましょう。アンカーに集中しなさい。私は渦の中心部を探します。分かった。鎖が両方の地を結びつけている。鎖が破壊されなければ光は使えない。急ぐのです。残っている材料を見せてくれ。巨大な怪物を足止めできるものを作れるはず。あの二人はここを守ってくれるのよ。頼むぞ。ロット、急に出てきたの。ありがとう。こっからはヒーラーがいるからすごい助かる。あれだ、あのアンカー。
急に出てくるな。急いで、モラグバルは私たちの存在に気づいています。出てきた。貴様の遊びにはもううんざりだ、メリディア。行きなさい、光の戦士よ。この闇の鎖は断ち切らねばなりません。我を止めることはできんぞ、メリディア。ここは我が領域だ。なるほど、メリディアの盾で守ってくれている。次どこに行けば。あれか。ちょっと待って、あれ完全にサムネじゃないの。みんなで写ってるところでサムネ欲しいな。面白いねこれ。あのダイナー王とダリアンは私の重視として戦ってくれるんだけど、この後ろの3人、ガブちゃんとファラニエルとバヌスは別についてくるというか、あの従者じゃないけども回復したりいろんな支援をしてくれる感じなんだよね、これね。ちょっとマーク並ばないかな、マーク並ばないかな。こっち向いててほしいね。そう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 。あ、いいんじゃないの。ちょっとここで一発もらいましょう。ちゃんとメリディアも映ってるからね。次のアンカーを壊しに行こっちの。あ、来た、モーさん。頼むよ、モーさん。主戦力なんだ。で、で、なるほど。よし。時間がありません。私がアンカーを破壊します。あなたは先に進んで。渦を阻止するんです。大丈夫なの、ガブちゃん。私は彼女といる。ガブリエルとは苦楽を共にしてきたんだ。一人にするわけにはいかない。ダリアン。誰も死んではならぬ、それが命令だ。さあ光を灯そう。よし、ここで好きになっちゃうんだね、ガブちゃんはダリアンの。パラニエル、邪魔しちゃダメだよ。まあいいか。助けてやってくれ、その二人を。大事な二人なんだ。
こっちで合ってる。いや違う、逆だ。騎乗動物乗れんの？動物に乗ります。まさかの、あれ、あたりなんだ。ここだよね。いや違うな。これはメリディアの光を設置する。なるほど。どうだ、光が訪れる。影を照らす。誰だ。この闇を打ち消してくれる。クロロスあたり。だが闇は強い。我らの父、我らの神が闇なのだ。ケホサル。彼が光を拒絶する。我らの父が光を吸い尽くし、切り刻み、そして破壊するだろう。そして、お前も破壊されるのだ。我らの父からお言葉があった。お前と戦うよう望んでいる。何？お前だけで。構わんぞ。そんな光で我が次元融合を阻止できると信じていたのか。我がそれを許すと思ったか。興味深い。どうやらこの光が力を与えているようだ。メリディア、どこに隠れている。あなたと戦う者を連れてきた。哀れな。貴様は勝てない戦いに挑まされ死ぬがいい。我がしもべが貴様を倒す。英雄の死をじっくり見物させてもらうとしよう。そう簡単に行くと思ったか。我がしもべが貴様らを引き裂くだろう。ガブリエル、全エネルギー集中。気を抜くなよ。私は全力を尽くしています。クリスタルは任せた。私たちは客の相手をする。わかった。奴らだな。モラグバルが送り込めるのはこの程度か。汗の一滴も出ないな。これが最後の戦いになるかもしれない。奴らの記憶に刻んでやろう。急ぐのです。これ以上は私の盾が耐えきれない。どうしたらいいんですか、メリディア。もうすぐだ。感じるわ、バヌス。勝てる。私たちが。ダリアン、後ろ。心配するなって、美しきガブリエル。私に任せておきな。どうするの？早くしてくれ。これ以上、食い止められない。光の準備ができました。早く解放して。待って。よせ、やめろ。我がしくじることなどありえぬ。食らうがいい。ダリアン、こっちに戻って。ダリアン、ダリアン。どうなった？いる。メリディアと話す。え？あ、いる。
プラナーの渦は破壊された。モラグバルの次元融合もこれで終わりです。私たちは死んでいるのですか？あなたは常妙のもの、生まれてすぐ死に始める。でもまだ完全に死んだわけではない。あなたの歌は始まったばかりです。まだ歌われていない節もある。他のみんなは？あなたが光を解放した時に居合わせた者は私の加護を受けました。この下の部屋に集まり別れを告げているところでしょう。最後の決戦に参加していなかった者については分かりません。お別れ？アイレイド王は重傷なのです。彼は死に近づいている。ですがまだ生きています。始まったばかりとはどういう意味ですか？自分がどれだけ特別か分からないのですか？デイドラ公の領域に踏み込み、彼の軍隊と戦えるほどの軍をかき集め、常妙の者の世界を救ったのです。私たちにとってあなたは貴重な存在なのです。とても役に立ってくれる。何をしたらいいんですか？この後は。今は何も。でも闇のデイドラ公たちはあなたの存在に注目し始め、計画を立てています。覚悟なさい。オブリビオンの呼び声に備えるのです。ここは？渦は破壊されました。この場所はあなたにとって懐かしく落ち着ける場所として作ったもの。ここは私の加護を受けたオブリビオンの小次元。どんな危害もここには及びません。ああ、ホローシティじゃないのか。大丈夫なのか？王は回復が追いつかないほどの傷を受けている。もう長くはない。お願いです、しっかり捕まってください。これ以上大切な人を失いたくない。もうたくさんです。大丈夫かガーブル？なぜそんなことを聞くんです？ダリアン、王様、みんな傷ついて、みんな死んで。ダリアンはどこだ？わからない。ここに着いた時にはいませんでした。見当たらないんです。光が輝いた後、バヌス、ライナ、そして私がここに現れた。私たちだけが。ダリアンはもういない。やっと終わりの時が来たようだ。私は長い時を、誰よりも長い時を生きた。これでやっと、やっと皆にも会える。何があった？どうやってそこまで大怪我を？メリディアの加護は他の皆を守っていた。ダリアンと私はモラグバルのポータルを破壊しようと、その範囲外に立っていたのだ。光がお前の体を覆う姿を見た。まさに道を示す明かりだったよ。そしてそれが私が見た最後の光景となった。目が見えないのか？私の目にはもう闇しか宿っていない。光が満ちると同時に誰かが後ろから私をメリディアの盾まで押してくれた。私を救うことができなかったが、ここまで来れた。私の運命は重要ではない。ニルンを救えて嬉しい。次元融合は阻止できた。それでは、それではアイレイド最後の日はニルンをモラグバルから救った日だったと安心して休むことができる。そして私は。ダイナ王、無理をするな。これを受け取ってくれ。我らの民からニルンの勇者に授けたい。お前を称えて、この戦いで命を落とした者にも感謝を。ありがとう、レイコンの
導きがこの先にあらんことを。あれ、プレイヤーさんがいる。どれだけ犠牲が出たの？数え切れない。戻りたくない。誰が生きていて誰が戻ってこないのかを知るのが私には耐えられない。アイレイドの王、そして他に倒れていった者、彼らに栄光をあれ。あそこでは何が起こったの？今それを理解しようとしているところだ。お前があの光に触ったとき、聖なる光に包まれた。正直なところ、お前を失ったかと思ったよ。あそこまでの破壊力は見たことがない。モラグバルさえ触れられたら痛みに苦しんでいた。生き残ったのは我々だけか？わからない。渦に入っていない者は爆発の影響を逃れたはずだが、戦闘を生き残れたかどうか知る術がない。私たち以外であの建物の中にいた人間はあの光にやられてしまっただろう。レイの親キレスもか。もう帰ろう。ああ、そうしよう。ここをついに出ていく時が来たか。倒れていった仲間たちの魂も故郷に帰ることができるといいが。なんだろう、この嬉しくもない、なん悲しみだけがあるエンディング。ホローシティだよな、でも地図的に。うん、時は満ちた面影よ。企みの神との決戦は目前だ。選ばれし5人は避難所に集まる。そこで会おう。次元融合の脅威を排除してニールを救った。やれてないことないね。時間ね、バレンが待ってる。なるほど、あんまり他とはもう喋っても同じようなこと言われんな。よし、じゃあやろうか。お前の偉業は伝説的と言っていい。次元融合を防げればタムリエルはまだ耐えられる。さあ、モラグバルに立ち向かう時が来た。魂を取り戻すのだ。何をしなければならない？お前は選ばれし5人を率いて最後の戦いに臨まねばならない。我ら全員が命を犠牲にしてでも最後まで戦う覚悟だ。王者のアミレットを使ってお前に力を与え、デイドラコを倒すのだ。どうなるんだ？
企みの神が最も強力なしもべを召集したのは間違いないが、傲慢が奴の破滅のもとであるのは証明済みだ。お前のことを脅威だとみなしていないかもしれない。決定的に間違っていると奴に知らせてやろう。始める準備はできている。今企みの神が、あ、行っちゃうんだ。話してからにすればよかったか。キャドウェルは今はコールドハーバーにいるのかな。ハートグリーフ。モラグバルの恐ろしい宮殿は要塞または彼自身を祀る聖堂の役割も担っている。この場所には決して馴染まないだろうな。ここへ来い面影、陽気に運命に飛び込む前に言っておきたいことがある。その前に他の人と話させてくれ。どんな終わりを迎えてもここまで来たことと成し遂げたことを誇りに思うわ。勇気を持て。勇気はあらゆる徳の中で最も重要なものだ。勇気は恐怖の欠落ではなく、恐怖より重大なものがあることを認識することなのだ。なるほど。さあここだ面影よ。ここが獣の腹の中だ。そして俺たちが持っている自ら作り上げたオブリビオンだ。時は近づいている。ああすればよかったなどと考えるな。これまでの決意を疑うな。ただ立ち上がりやるんだ。準備はいいな。どういうことだ。これだ、忌々しい結末の始まり。こんなことは起こらないと見て見ぬふりをするのも、覚悟ができていないというのも意味がない。試練は待ってはくれんからな。どんな犠牲を払ってもなすべきをなせるか。どんなに悲しむことになったとしても。モラグバルは魂を持っている。他に選択肢があるか。選択肢は常にある。しかし人は真実を選ばない。やろうとすることを選ぶだけだ。この先に待っているものについてもう一度話しておこうか。もう一度言ってくれ。我々はモラグバルの要塞に近づいている。おそらくオブリビオン全体で最も危険な場所だ。我々5人は強力だ。私でさえそれは認める。しかし闇のデイドラコー自身と対峙するまで私は儀式を始められない。続けてくれ。この力を授ける代わりに貴様の友の誰かが犠牲になる必要がある。その時が来たら誰にするかは貴様が決めるんだ。得た力は長くは続かない。だから我々は近づかなければならない。なるほど。それから。その後はどうなるか。貴様がどうなるかは全くわからない。神になるのか、それとも崩壊するのか、謎だらけだよ。情報が足りない。だがモラグバルに勝って生き残れば、貴様の魂も他の生き残った面影の魂も回復するはずだ。やろう。これはもうここ固有のオリジナルのエリアなのか。ハートグリーフ。何かいるな。なるほど。おっと、回り込め。全部来るなこれ。
ポータルは閉じれないの？あれ別だ、さっきのやつと。容赦なきベルファイアの守護者。痛みと苦しみで満ちている。モラグバルが奴を葬り去ろうとした者たちを苛う場所に違いない。タイタン、ちょっと待って。どんな終わりを迎えてもここまで来たことと成し遂げたことを誇りに思うわ。変わんないな、コメントは。アニマルコがやられてるな。あれはパオルチュ。ガー、炎、苦痛、パオルチュ、後悔、お願いだ、解放してくれ。なぜ私が。ひどい、炎が熱い、皮膚が、目が溶ける、毎日焼かれる、毎日改めて焼かれる。頼む、死なせてくれ。お前の血、お前の血が苦痛を終わらせる。死なせてやろう。あそこを見て、あれはマニマルコ。お前は苦しむ私を嘲笑いに来たのか、それともお前の登場そのものが苦痛の一部なのか。マニマルコ、まだ生きてるのか。私は生きても死んでもいない。愛と胆汁と渦巻く蒸気の滴りに囚われている。耳には引き込まれた何千もの釘の叫びがこだましている。そしてこの苦痛、この苦痛には終わりがない。なぜモラグバルはここに留めている。私は彼のおもちゃであり、彼を妨害しようとする者への屈辱的な教訓なのだ。私の計画は完璧だった。策謀は完璧に実施された。お前さえいなければ、お前さえいなければ、私は神になっていた。唯一の慰めは、お前も間もなくこの苦痛を知るということだ。彼を倒して魂を取り戻すために来た。傲慢で厚かましく独善的なザレ言だ。そのちっぽけな装飾は主の力に比べれば無力だ。
間もなく出会うことになるだろう。永遠の残りの唯一の楽しみは、お前が拷問される叫び声を聞くことだ。お望みなら解放してやれる。あんなことがあった後でか。私はお前を殺したんだぞ、間抜けめ。お前の人生が溝に転がり、大嵐の中のろうそくの灯火のように薄れていくのを見た。私のアンデッドのしもべはお前の血を飲み、お前の死体を蘇生させた。浮かれて私を愚弄するな。マニマルコ、神になる妄想を抱えた裏切り者め、あのバカには似合いの運命だ。どんな終わりを。変わんないのか。私を解放しただと、愚かな。後の世代がお前の愚かさの対価を払うことになるだろう。虫けらは情けをかけるに値しないぞ。なぜこれを後悔するような気がするんだろう。こうしとかないとあの今後のストーリーに影響があるんです。みんなごめんな。これは？これは何でもないの。あ、苦悶の助講釈。あなた、あなたのせいよ。サイサハン、私の愛する人、ここから出してくれるわよね。永遠の歓喜を約束するわ。恥ずべき男たらしめ、お前の居場所はここだ。サイが言うならそうしようか。いや待て、やっぱり解放しよう。解放して死なそう。よし、すごい圧倒的な火力。サイの怒りとリリスの怒りが。これはもうリリスの怒りときたらね、私の採用いたな。セプティマサル、どうなの。危な。お願い、ここから出して。私は変わったの、お願い。どう変わった。それは間違った選択をしたのよ。あなたを認めるべきだった。出して。第七軍団はあなたのものよ。変わってないな、どうやら。セプティマス・サル、母方のまため、いや、ミートコか。まあどっちでもいい。彼女の好みを考えると、この恐怖の画廊は彼女にぴったりだ。全員解放しよう。そして心が入れ替わったいものは死を与える。祖先の霊魂、ここに。何を。あら、ふさわしい死だった。他にはいないの、この前面だけ。どうやらそんな感じだね。これ何なんだろう。何かいたのかな、ここに。解放するも何もない。他にいそうにないな。ここにいる。存在を感じられる。悪臭に満ちた奴の息の匂いが風に乗って漂ってくる。
遠回しに駆逐されている。場所は交通王だ。儀式の準備をするぞ。この場所は何だったと思う？ある種の聖堂だな。ダークアンカーがコールドハーバーに引き込んだのか、あるいはデイドラが神々をあざけるためか。そんなことはどうでもいい。儀式を行うんだ。面影よ、決断を下す時だ。まず話そうか。いや、多分選ぶ時に話せる。そうだな。十分接近しているだろう。準備はいいか？バレン、サイ、リリスは全員自分の命を差し出すことを望んだ。私以上に驚いた者はいない。彼らは世界を救うために自分が犠牲になることを望んだが、感謝の言葉も聞くことはない。利己的な男がこういうのはおかしいな。このことから何も学ばないように注意した方が良さそうだ。どうやって選べ？私にはわからない。彼らと話せ。彼ら自身の言葉を聞くといい。だが、一度決めたら取り返しはつかないぞ。新鮮な魂を採取すれば、間違いなくモラグバルの注意を引く。その機会を捉えて、奴を倒さなければならない。他に方法はないのか？この話はもうした。デイドラ校に挑むことを考えるのなら、神の力を得ることは不可欠だ。王者のアミュレットはお前に力を与える。だがそれには命という対価を支払わなければならない。どんな力をもらえるの？王者のアミュレットはアカトシュ、時の竜神の遺物だ。彼の力は忍耐と無敵を体現し、義務と奉仕と従順の徳を促す。それを活用するんだ。それぞれの発言を聞きたい。その目から察するに私なのか。素晴らしい名誉だと感じていることを知っておいてくれ。素晴らしい死だ。満足そうだな。私は毎日を最後の日のように生きていた。そうすればおのずとこうなる。私は英雄として死を迎えるために生まれた。常に意識し、その覚悟は持っていた。本当に選んでほしいのか？私はかつて陛下を守ると誓いしくじった。この身の代わりに陛下の命を犠牲にさせることはできない。リリスにも頼めない。彼女は自分で思うよりずっと大切な存在なのだ。頼む、私に名誉を与えてくれ。とんでもない冒険もあったわね。まあ冒険って呼ぶのはみんなが生きて戻った時にしましょうか。多分これで終わりね。何も後悔はしていないけど、少しもね。うん、私も後悔していない。父はかつて、誰もが知る最も重要なことは何のために死ぬかだと言った。今、私にはそれがわかる。あなたはまだ若い。この先に長い人生があるだろう。もう一ダース分生きた気がする。とても疲れたわ。そして両親に再会するのも楽しみよ。ソブンガルデでね。私の死に意味があるなら、人生に意味があるということ、選んでくれるのならとても光栄に思う。面影よ、覚えておけ。我らは民のために、タムリエルのために戦う。じゃなる者は今押しとどめられているが、完全に根絶することは決してできない。重要なことは抵抗することだ。戦うこと、戦い続けることだ。この瞬間について聖僧の書は何と言っていた？ほとんど何も。聖僧の書は可能な未来を含め多くのことを見られるが、絶対ではない。そしてお前のために選択してくれることもない。突っ立って水のことを考えるだけでは海は渡れない。強くなれ。
行動しろ。もしも誤った選択をしたら。安全なる選択はない。わずかに他の選択があるだけだ。オブリビオンは俺を怪物にはしなかった。俺自身の最悪の恐怖を確認しただけだった。お前が俺を選んだのなら光栄と呼ぶにふさわしい素晴らしい死となるだろう。いいだろう、バレンを選ぶ。向こうに立つんだ面影、そして覚悟を決めろ。私たちはバレンのことを忘れない。あんたの犠牲も。偉大なる赤都市よ、時の竜神よ、我が思い上がりをお許しください。その神聖なるお力をこの面影に与え、その庇護をタムリエルにお戻しください。さすれば俺の犠牲は報われましょう。歴史は犠牲を記憶しないが、ここに居合わせた者たちが忘れることはない。タムリエルの神々よ、そのお力を宿した器、王者のアミュレットによりその助力を請う。この気高き犠牲を、物事を正し、ムンダスに均衡を戻す証としたまえ。勇者の準備はできた。願いを聞き入れ、面影を神の栄光で染め上げたまえ。モラグバルの意志をくじきたまえ。面影、今だ。道を登り、デイドラ公と戦え。貴様は企みの神と対峙せねばならん。他の者は安全な場所に送る。なんだこれは。これが時の竜神赤としの力。でもなんか インペリアルっぽいね。正気か？私と話なんかしてないで進め。話している時間はない。行くぞ。分かった。止まらないで。ここは私たちが片付けるわ。任せる。よし行こう。記念ケーキ大事。これが神の力。貴様には幾度となく邪魔されたが、それも終わる。一撃だ。タムリエルの英雄よ。とんでもないパワーアップしてるぞ。すごい。すごいすごい。クリティカルしてない弱攻撃が3万。この愚かなる騒ぎは何だ。矮小な精神が耐えられなかったのか。本気で我を倒せると思っているのか。オブリビオンの暗き陰謀は、貴様ら上妙の者が理解できる範疇をはるかに超えているのだ。なんだ、何が来た。強いな。このままずっと痛い。貴様の苦痛は伝説となろう。オブリビオンでさえもな。すごい。気持ちがいい。気持ちがいいぞ。エドラの操作を使う。何？消滅させてる。
まだ歯向かうか。命が惜しくはないのか。モラグバルが投げてきたんだな。モーさんだな。何かと思ったらモーさんだった。ちょっと待って、これちょっと一回ここスクショでしょ。完全に最終決着だなこれ。いいじゃないの。もう一枚と、よし、輝いてるね。これ頭の装備、でも頭の装備非表示にしてたからな、多分消せないんだろうね。今のが今回のシリーズの一番最後のサムネですね。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい。ちょっと待って、おかしいね。ビームがあさっての方向に出てたけど。まあいいか。これが神の力だ。神の力は上妙なものには押し量れ。青いマグマだな。あそこから吹き出していく。我はオブリビオンの神、貴様は無理すら値しない。どっかで見たことあるな。犠牲の勇気を使う。ちょっと待って、ちょっと待ってね。こんなに近くでモラグバール見ることある。じわじわダメージ受けてる。ただな、これを食らえ。赤トシの力を食らうがいい。哀れなエドラの小物で我を倒せるものか。我はモラグバル、支配の王。強いな、さすがに。なんだこれは、小賢しい。こんなもので神を倒せると思うのか。なん、どれくらいだ。1、10、100、1000万、10万、640万。あ、もう使い魔ちゃんがすぐやられる。心をさらけ出したな。貴様の恐怖を味わえるぞ。神同士の戦いにはついていけない。貴様は卑劣な苗どこだ。永久に続く苦痛の種をまき散らすためのな。もうすぐだ。行って。なるほど。
これを食らえ。面影よ、こちらへ。今のところは安全です。ストーンファイヤーから貴重なものが分かたれました。あなたのためここに運んであります。ここはどこだ。これが彩られた部屋。綺麗だね。ちょ、地図あんだ。遠く行けんのか。行けない。いる。これは、これが私の魂。これが私の魂。ちょっと使えば、ちょっと邪魔だな。詰まってる。一回返そう。ここ戦闘中。戦闘中だと。私の魂を取り戻す時だ。邪魔だな、お前本当に。褒めてやるぞ、虫けら。貴様の針は実に侮りがたい。貴様は我を倒し、幾千もの魂を解放してムンダスへと戻したのだ。我が大いなる企ては始まったばかり。しばしの間貴様の世界に危害は与えずに置く。素晴らしい。貴様の力、来たる戦にて我が役に立ってくれようぞ。今日貴様は恐ろしく強大な敵を作った。次元融合が成功していれば貴様の世界はもっと正しくなっていたろうに。我に頭を垂れ、永遠の霊族を受け入れるならば守ってやろう。我よりもはるかにひどい主もいるのだぞ。はるかにな。ストーンファイヤーよ、私の領域ではあなたは幽霊に過ぎません。聖僧の書の予言は成就しました。今すぐここを去りなさい。強き同志がいるようだな。ここに来ることは知っていたか。何があの女にこの壮大な茶番の登場人物を演じさせるのだろうな。はあ、貴様のおかげで随分と被害を被った。忌々しい光と炎の生き物め、全く興ざめだ。あなたの魂は修復されました。うちに光が見える。あなたは世界を大変な惨事から救ったのです。でも覚えておきなさい、オブリビオンの力は強大です。そして企みの神は覇権を争う複雑な戦いの参加者の一人に過ぎない。モラグバルはどうなった。やつはあなたに瀕死の傷を負わされました。回復するまでしばらくかかるでしょう。王者のアムネットはどこにある。敵が倒れた後、あなた方がアブナーサルンと呼ぶ者がチムエル・アバダルを持って逃げました。彼は元いた土地に戻っています。あなた方がシロディールと呼ぶ場所に。アミュレットを持って行ったのか。アミュレットの力は何世代分も使われました。あのインペリアルは使うこともできず利益もありません。彼は使おうと試みては失敗する日々を過ごすことになるでしょう。なるほど。我々は成功したのか。タムリエルは安全なのか。オブリビオンとニルンの間のベールの裂け目は閉ざされました。あなた方の世界は安全です、今のところは。
失った仲間はどうなる？永遠へと旅立ってしまいましたが、思い出は残ります。あなたの瞳の奥に明るく燃える光が見える。友は今あなたの一部です。神々の力があなたの新たな魂に炎として燃えているように。私はどうなるのですか？あなたの物語は始まったばかりです。モラグバルはまだあなたに対する計画を持っています。一連の出来事は様々な形で彼の有利に働きました。それからあなたは他のデイドラコーの注意も引いていますね。なるほど。何をしなければならない？上妙の者の王国同士の争いは未だ世界を荒廃させ続けています。しかしあなたの真の敵は上妙の者ではありません。迫り来る戦いに覚悟ができているなら、何が危機に瀕しているのかを理解しなければなりません。あなたが戦う人々の中で生きていきなさい。他の同盟？その通り。タムリエルに戻ったら避難所と呼んでいるところへ行きなさい。そこで私の贈り物が待っています。別の土地を旅しなさい。あなたの敵から正体を隠しておけます。そこに送ってくれるのか？あなたをこれ以上ここに引き留めておく気はないし、コールドハーバーにとどまる必要もありません。あなたを小さな洞穴に戻しましょう。生き残った仲間がそこであなたを待っています。出発の準備はいいですか？ああ、準備はできている。何が起きたの？どうやってここに？負けそうだった記憶があるけど、それから。すまんな。お前さんを引っ張り出すよう助けを呼んだんだ。余計だったかな？雪のリリー、私は。分かってるわ、サイ。終わったの。すべて終わったのよ。よし、それでは万事めでたしめでたし。ブランデーが欲しい人。待て、サルンはどこだ？生き延びたの？あやつは消えた。逃げたんだろうな。で、お前さんたちが見つけたあのアミュレットを持って行ったぞ。なるほど。名誉と信仰が常にあらんこと、我が役目は終わりだ。涙ぐんでるんじゃないでしょうね。泣きそうだよ。私はストイックだって評判を維持したいのに。これからどうする？これからのこと、あんたにはまだやることがあるよね。そうだな。私たちは多くを見すぎたわ。多くのことがありすぎた。去るべき時が来たんだと思う。また会える？またいつかね。タムリエルから消えるわけではないんだから。ソブンガルデにはきっとあんたの場所があるでしょう。先にそこに着いたら冷えた蜂蜜酒を一杯取っておいて。どこに行くんだ？何日か前にサイとそのことを話し合ったわ。二人とも生き延びられたらどうするかって。一緒に刀剣の大修道院へ戻って再建の手助けをするつもりよ。うん、そうね。さようなら、リリス・ティターンボーン。そしてここで我々の道は分かれるのだな。リリスと大修道院に帰るのか？とりあえずはな。再建する者も多いし、カスラには個人的に勝利の知らせを伝えなければならない。雪のリリーと私は、そうだな、ようやく二人の時間が過ごせるかな。よかったな。サルンを追うんじゃないのか？何のために？テートに戻らせておけばいい。彼の役目は終わった。それで十分だ。恨みは精神には毒のようなものだ。だが刀剣の大修道院が再建されたら、その時は、うん、ずっと同じところにいるのには満足できないんだ。性分だな。
やがてスリルを求めるようになる。平穏と冒険があれば、私は必ず冒険を選ぶ。じゃあまたどこかで会うかもしれないな。そうだな。とても名誉なことだったよ、面影。だがその名前はもうふさわしくないんじゃないか。バレン陛下はお前を誇りに思うだろう。間違いなくな。さようなら、サイサハン。まだ行かないでくれ。一言いいか。メリディア様に会ったのだな。会ったよ。素敵な女性だ。魅力的だよ。仲良くやろうではないか。お前さんたちが大喧嘩している間に彼女を呼んだのだ。雲行きが怪しくなったら助けてくれるかと聞いてみたよ。私をコールドハーバーから連れ出すようメリディアに頼んだのか。タイミングが良かったんだ。本当にいつも あのおしゃべりなデイドラを攻撃するたび何百もの魂が解放された。彼女はお前さんの魂がふらふらどこかに行ってしまう前に捕まえられた。実によくやったよ。全くだよ。そのおかげで魂を取り戻すことができた。喜ばしいことだ。世界は守られ、英雄はそれぞれの道を歩む。そしてこの騎士には新しく使える女王ができた。やったぞ。これ以上の喜びはない。実に素晴らしい。あのバレンという男、いいやつだったよ。最初は失敗したが、最後にはことを正しく収めた。彼はまだお前さんと共にある。お前さんの一部だ。救うために命を捧げた国と民に仕え続けることができるだろう。お前さんを通してな。仕事は少し残っているが、これでめでたしめでたしだ。と、うん、いうことで、キャドウェルと話すと、キャドウェルシルバー、キャドウェルゴールドという、こう、他の同盟に、うん、他の同盟の、クエスト、ね、同盟のメインストーリーを、まあ、体験することが可能になりましたということなんですね。まあ、だからエボンハートパクトのメインストーリーと、ね、アルドメリドミニオンの、ね、メインストーリーをこの後楽しむことが、まあ、できますよということなのです。というわけで、ちょっと場所変えようか。ここにいたか。避難所に来てくれ。聞きたいことがあるんだ。へえ。あ、今度キャドウェルがやってくれるんだ。タムリエル、どうしてお前さんは耐えられる。なるほど。まあ、だからキャドウェルシルバーのクエストを、ね、受けてくれよと。いや、終わったね。ほら、やっという間に感じましたね。このどうなんだろう。どれだけ長いことあなたを探してたかわかる？スツーガさん、すぐ行きますよ、ロスガーへ。王の騎士のために。お前か。うお、なんだそれ。いや、いいな。
思えばこのダガーポールから始まりましたね。ギブレッツからクエストを受けて、まあもちろんその前のチュートリアルの島ね、ストレス M 界ベトニックあったんですけれども、ことの始まりはダガーポールというわけで、長らくやってまいりましたね。まあコールドハーバー編ということですけれども、まあちょっとね、この一つ前にやってたダガーフォールと、まあ言ってみたら、つながっている、ストーリーラインでしたので、まあちょっとね、よければダガーフォール編から見ていただきたいなっていうのはあるんですけど、いやー面白かったな、ダガーフォール編、そしてコールドハーバー編しっかりやってみると、ちょっと最後バタつきましたけどね。なんかプラナーの中に入ってからね、配信が途絶えてしまうというのがありましたけども、今多分ね、ご視聴してくださってると思うんですけど、この動画を、もうちょっとスムーズにね、うまくやれたらよかったんですけどもね、まあトラブルもなく、ちょっとまあああいうことになってしまったので、ちょっと今回は配信という感じではなく、まあでも配信をこの動画を配信で流しながら見ている状態だとは思うんですけどね、私自身も今、まあ全然話がまとまらない、もう頭が回らないっすいろんなことがありました。さて、まあどうしようかな、まあちょっとこの続きは配信の方で、説明させてもらいましょう。とにかくね、ダガーボール、そしてコールドハーバー、ね、タムリエル・アンリミテッド、これにて終了ということで、ね、無事魂を取り戻し、タムリエルを、モラグバルの、企み、次元融合から、解放することもでき、少し安全になったのではないかなで、一旦終わりましょう。この後ね、また、まだまだ、このタムリエル、いろんな冒険が、待っていますので、そちらを皆さんと一緒にね、冒険していけたらなと、思っております。というわけで、長時間のご視聴、そして引き続きのご視聴、ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方をお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。無事ね、魂を、取り戻すことができたシャルロッテ。そしてね、このタムリエルにも、次元融合、ね、モラグバルの企みを、無事阻止し、まあ、つかの間なのでしょうけども。まあ、平和な時代が訪れたのかなと。平和というほどでもないか。ね、まあ、このタムリエルを狙っている脅威はね、モラグバルだけではないので、他のね、闇のデイドラ公たちが、手ぐすね引いて待っているということで、まだまだ、まあ、動画の中でもね、ご紹介しましたけれども、まだまだ皆さんとね、冒険していく、ストーリーはまだまだございますし、なんだったら年に1回追加されてしまいますのでね、うん、まあ、終わることのないこの冒険、ね、タムリエルでの冒険を、今後もね、皆さんと、やっていけたらなと思っておりますので、よろしければね、引き続き、ご視聴の方、お願いいたしますと改めて。というわけでですね、ちょっとキャラクター変わりましたね。こちらのキャラクター、私のですね、まあ、いわゆる自分の分身としてちょっと作り上げた、キャラクターでございます。アラン・レオニダスというインペリアルのテンプラーの、タンクのキャラクターでございますね。ちょっと、まあ、ちょっと戦士ギルドっていう、戦士ギルドっていう、まあ、プレイヤーズギルドを、まあ、私立ち上げまして、まあ、第9番隊という感じでね、まあ、いろんな、戦士ギルドの中でも、
ね、ちょっと特別な任務を帯びて、ね、あの世界を回って、ね、あの各自で、うん、まあ世直しして回ってたりとかね、たまにはね、あの集結し力を合わせて、うん、ちょっとね、あの大きい脅威に対して対処するみたいな目的で、ちょっといい名前なのかなと思いまして、まあ、戦士ギルドという名前を付けさせていただいてやってるんですけども、このキャラクターでですね、うん、まあ、見た目もその戦士ギルドのね、あのちょっとテイストを、いただいてる感じなんですよ。まあ、このキャラクターでですね、6月の、ブラックウッド、うん、長い1年のシリーズ、ゲーツ・オブ・オブリビオンでしたね、うん、そのシリーズをですね、まあ、このキャラクターで、まあ、やっていくという予定でございます。まあインペリアル、まあ帝国がちょっと絡んでくるような、うん、まあ地域であったりとか、うん、まあオブリビオンといえば帝国みたいなところありますからね、そのね、エルダースクロールズ4のね、流れでですね、まあなので、インペリアルでやっていった方がいいかなと。で今回はね、私のキャラクターにしてはまあ珍しいというか、うん、まあ男性キャラクター、まあ、私の18人いるキャラクターの中で唯一というか2人ですね、釣り猫のドラさんとこのアラン、うん、というまあ唯一というか、まあ希少なこの2人で、希少な2人でというか、ね、希少なこの男性キャラでちょっと、ブラックと新しいシリーズ、うん、まあ、やっていこうかなと思いまして、でですね、6月までまあだいぶありますよね。まあ今4月の8日ね、この動画を撮っている、日は4月の8日だったよね、うん、まあなのでまあ約2ヶ月ほど、うん、巻いていますよと。でですね、まあ今回、ね、長きに、まあ、1ヶ月にわたるダガーフォール、そしてコールドハーバー編、まあ、まあ流れでやってきましたけれども、まあそこでライランスという、キャラクターと、うん、まあ、出会うことになりましたね、コールドハーバーで、でこのブラックウッド、6月に発売されるブラックウッドという、拡張パックでですね、まあ数人、まあちょっと知り合いの、NPC が主に絡んでくることになると、うん、まあ、その一人がですね、こちらの、ダガーフォールのハイロックの、ね、北東ですね、こちらの、ロスガーという地域のね、まあ、このクエストを、進めていくと出会うウッドエルフのスルドイアのエベリーという、ウッドエルフの女の子、うん、まあ、だいぶ人気のある、可愛らしい女の子なんですけれども、うん、まあ、その子と出会うのがこのね、ロスガー、うん、というまあ拡張パックじゃないね、あのダウンロードコンテンツだったね、大型の、うん、インペリアルシティの前だか後だか第1弾だか第2弾かの、一番ね当初一番最初に追加された拡張エリアがここだったんじゃないかな。ね、うろ覚えですけども。まあ、こちらの方に、まあ、ね、あの日にちもありますんで、まあ、ちょっと行って、エベリーと知り合いになってみると、うん、いう感じで、まあ、ブラックウッドにちょっと備えてみたらいかがなのかと。でですね、もう一人、アルゴニアンいましたね。うん、アルゴニアンの、探検を、ね、あの携えた、ね、あの戦士かな、うん、がいまして、まあ、ちょっと噂ではですけども、この、ね、マーク・マイヤーという、うん、こちらも、ダウンロードコンテンツで追加されたエリア、うん、まあ、ブラックマーシの南側にあるアルゴニアンの、ね、サクスリールの、ね、住まうエリアですね、まあ、マーク・マイヤー。うん、こちらの方をですね、ちょっとまあね、ロスガーだけだとね、あのオルシニムだけだと多分間が空くと思うんで、ちょっとこちらの方も行ってみて、あのね、あのムービーに出てくるね、あのアルゴニアンらしき男性を、まあ、ちょっと探して回る、ね、クエストをやりながらね、探して回ってみてはどうかなと。私もね、まあ、マークマイヤーか。マークマイヤーね、メインストーリーはやってはいるんですけども、サブクエストとかその他もろもろ、全くと言っていいほどやってない。メインクエストだけをパパッとやってしまっただけなんで、あんまりこの地域にあんまり詳しくない、うん、
ということもありますんでね、まあおさらいという形でこのねロスがねオルシニウムというねダウンロードコンテンツ、そしてマークマイヤーというねダウンロードコンテンツ、この2つをですね、まあブラックウッドに向けてちょっと間に挟み込んでみようかということで、ね次回からこのアランというキャラクターでね、オルシニウムから始め、マークマイヤーたどり、ブラックウッドにたどり着くという形でちょっとやっていこうかなと、うん、思っております。これがそれは何、あ、なんだ、どうした、これ戦士ギルドの陣羽織、これいいでしょ、興味ないか興味ないみたいな という王の名のもとに、ありがとう。というわけでですね、せっかくですからね、まあ次回に向けまして、栄誉と鋼にかけて、栄誉と鋼にかけてというんだ。まあ、せっかくですからね、もうね、このね、ダガーホール編、ね、コールドハーバー編、長きにわたり、まあ、ダガーホールちょいちょい訪れてきたと思うんですけども、その都度追い回される、ね、ストゥーガさんという、多くのね、まあ、この方から、オルシニウムの、クエストが始まるということなので、いよいよ、だからね、ストゥーガさんとちょっと、お話しさせていただいて、まあロス帰りを、まあロス帰りするのはちょっとまあね、シャープ1でやろうかと思うので、ストゥーガさんとちょっとお話しするだけで今日は、おしまいといたしましょう。今日はもうね、コールドハーバー編の、ね、大演談ですから、まあ、余計なお知らせはあんまりボリューム上げずにいきたいんで、ストゥーガさんにちょっとクエストを受けるところで今日はおしまいといたしましょう。どこにいるんだ、この辺りにいたね、探すといないんだよね。ちょっとさ、あれだ、そうだそうだ、俺の上に微笑んではくれなかった、あそこの家の前にいるとにじり寄ってきたりするよね。ギブレッツ、そうか、ギブレッツ、お前もいたな、そういう。ギブレッツはカムローンの方までね。よく聞け、ダガーフォールの全住人に次ぐ身の安全のため今夜は屋内にとどまること。あれ、いないね。警備隊は一連の殺人を調査している。こっから出てくると次の犠牲者が出ることを望んではいない。こっから出てくるとなんか枠みたいなことじゃないの。探したら出てこないんだよな探したら出てこないんだよな。探してないと追いかけ回してくるくせに。いなくねフラッと出てくるんじゃない。フラッと出てきてどれだけ探したと思ってんのみたいなこと言われる。どれだけあなたを探してたかわかる。もうラズガラさんに直接話しかけてもいいんだろうけどね、きっとね。全然出てきませんね。全然出てこない。大丈夫？あ、ちょっといるじゃない。どれだけ長いことあなたを探してたかわかる？すみません、長いことお待たせして。ねえ、やっとだ、ストゥーガさん。ここにあるのは最高級品。いやいや、ここにいるから。ここにいるから、どうした？探さないで、私でしょ探してたの。こんにちは。こんにちは。なんだ、手紙を受け取った。読もうか。クロググロオルシニウム王の母である、火事の母アルカからの手紙では、自分と自分のような他の冒険者に対し、オルシニウムの新しい町ロス側を訪れるよう招待している。ダガーフォール、ダボンズウォッチ、マルケルガードで大使たちが輸送手段を提供するために待っているという。多くの大使を探そうか。ストゥーガさんはボツボツ、顔のボツボツすごいね。ちゃんと顔洗いな、ちゃんと顔洗いなよ。ちょ待って、あ、いない、もういない、ちょっと待って。あんだけ必要に
私を追いかけ回してたら、自分の逆目手紙を渡したらさっさと、なんなら私との会話はもう、どれだけあなたを探してたか分かると、こんにちはだけ。何この一方通行な気持ち。追いかけ回されてたと思ってたのかな。俺が被害妄想がちょっとひどかったのかな。もっとなんかあるのかと思ってたわ。スツガさんとのあのね、うん、この1ヶ月の間にね、うん、いろいろ追いかけ回されてますから私も。やっぱりちょっとなんかこう私が逃げてきたところもありますけれども、何かちょっとね、お互いに何かあるのかと思ってたんだけど、もう妄想だったわ。というわけで次回からね、このねラズガラ大使から、クエストを受け、ロスガーの地ヨルシニウムへ、参ろうかと思います。というわけで、長時間のご視聴ありがとうございました。次回からね、ロスガーよろしければご視聴の方お願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。久しぶりにやるか。あ、懐かしい。前はこれでエンディングだったんですけど。The serpent lights the ancient sky of bread of tainted stars. Evil stirs andIt's wake the souls of mortals sway, and sorrow reigns over fields of red and once more. These are days.